ねねん代表の一色です。やいえ代表の尾又です。まあ、総客何人、売り上げいくら、で撮影して、まあ、こうなっていきたいっていうのが全部こうなんか自分の目標だったんですけど、環境がすごいありがたいことに結構自由にやらせてくれる環境だったんで、外からのなんかこうバイアスなくまっすぐ進みすぎてしまって、でなんかふとした時にこのまま行ったらなんかずっと一人で目標を自分で追ってくのに違和感を感じた時に、人生で初めて悩んだんですよ。先が ないかもしれない。今までは結構プレイヤーの美容師さんにすごいたくさん会ってたんですけど、経営者の方とか外部のこう美容師以外の方とかにもお会いして話とかしていく中で、まあ結構まあ独立っていうのがちょっとずつ浮かんできて、自分でこう集めたチームで何かを成し遂げたいなっていう思いのもと、まあやいえを作ることに至ったみたいな。やっぱりこうついてきてくれるスタッフがいるとかっていうことをこう考えたりとか、前職の代表も、もう独立応援するっていう風に言ってくださってて、その辺のことを考えた時にこうどんどん責任感というか、こう自分だけの人生じゃないというか、こう家族もそうだし、もちろんこう雇うスタッフとかのこともこうしっかり考えないといけないなって思った時に、こうなんかふわふわしてる時間、ふわふわしてる時間なんだろうって思って、もう取り掛からないとってなって結構スピード感が上がっていったみたいな。ディレクションができる集団というかチームを作りたいなって思っていて、で髪の毛を作って、メイクしてファッションを合わせてっていうよりは、例えばブランドの、春夏秋冬のコレクションをヘアメイクを任されるんじゃなくって、もうコレクションをじゃディレクションから任せられるような集団を作りたい。なるほど。ヘアメイクをだけをやるんじゃなくて、そのビジュアルを作って、を作っていけるようななんか集団は作りたくて、美容室でお客様を、プロデュースするっていうものもありながら、違う別軸でそういうこうチームみたいなのを作って活動していきたいなみたいなのはなんか思ってて、サロンワークと外部でもねねんの世界観をどっちもで打ち出せるみたいな、やりたいなっていうのは。まだなんかやっぱり始まって1ヶ月なんで名前からそのサロンのビジョンをなんか結構考えていることが多くて、でやいえの名前の由来なんですけど、まあそのアルファベットの YIYE から取って、まあ野行でまあそのない文字の2つなんですけど、まあくっつけてやいえで、世の中的にまあないものをまあ形にしようみたいな、まあ一応コンセプトがありまして、ないものを形に何があるんだろうって、そこからすごい物事を考えてたら、美容室として、まあ、最近だと結構こう特化型だったりとか、何かに特化したサロンってすごい今多分多くなってるんですけど、うちはどちらかというともう特化の次のサロンを作りたいなと思っていて、僕はこうショートヘアで打ち出しては来たんですけど、ショートヘアイコールやいえではなくて、もちろんこう作品撮りもするし、コンテストも出るし、でショートもできるしハイトーンもできるし、ミディアムもロングもボールも切れるし、なんかこう何かに固定するっていうよりは、なんかこう美容師として一番大切なやっぱ技術だったりとか、まあ、接客、もちろんその表現する力っていうところを、まあ、サロン全体で今のこの若いメンバーでまた作り上げていく集団を作ることが、そのまた新しいことを実現するになんか未来的につながるんじゃないかなと思って、結構今まで月1でみんなで撮影する時間を設けてたりとか、毎月なんか出してるんですよ。すごいよね。あれが結構こう僕らだけではなくて、ちょっとディレクションを逆に僕ら入れてるんですけど、その、まあ、また外部でその僕らのつながりの中で、まあ、こういうのどうですか、こういうのどうですかとか、こういう風なやつやりたいんだけどって言ったら、じゃあこういう表現の仕方ありますよねみたいな提案してくれたり、あえてちょっと美容師以外の人を絡め合うことで、そのまあこれまでに業界にはなかったそのサロン撮影 そのベーシックをなんかこう作れるんじゃないかなと思って、なんかこう毎月の発信をやめない、なんか
ちょっと自分の中でもいやもっとこういけたなみたいな、やっぱ外部入れるとやっぱちょっと難しいなみたいに最初の方とかやっぱ思ってたんですけど、でもなんかやめないで続けていった時に結構今結構形になっているものもあって、それなかなかない形ないですよね。なんかそれを見てこう美容学生の子たちだったりとか、なんかこう美容師美容業界の方々になんかヤイエっぽいよねとか、ヤイエってこういうのやってていいよねみたいなのが浸透する文化をなんか作っていきたいなっていう。で今やっぱりこう若い子というか、まあ美容師を目指す子ってなんかこう20代前半とかって特になんか経営がうまいとか、こう大人としてすごいとかっていうのはなんか分かりづらいじゃないですか。確かにやっぱそれでこうかっこいいなって思うものってめっちゃおしゃれなものを作ったりとか、内装がおしゃれなサロンで働きたいとか、なんかやっぱどうしてもこう目指すものってとか憧れるものとかやっぱりこう満足度が高いところって、そこから多分どんどんスタイリストになっていって、こうやっぱり人間力というか人としてやっぱりこうこれだけ芯があることがすごいんだぞとか、経営がすごい人ってわこんなに器でかいんだとかこんなすごいんだみたいなのを多分年齢重ねて分かっていくじゃないですか。ただやっぱりこう若い子とか最初新卒で入ってくる子とかっていうのはどうしてもこうデザインがかっこいいとかワクワクでやっぱりこう育っていくから、そこに対して多分すごい満足度が高い、スタッフのそうワクワクの満足度が高いなっていうのはいろんな世界を見れるというか、選択肢を増やしたいっていうのはやっぱあるかもしれないです、こうありきたりな言葉ですけど、やっぱ人に優しくというか、こう僕はよく言うのはなんかギブアンドテイクってあるんですけど、テイクよりギブが多い人でありたいっていうのはよく言うんですけど、こうもらってるものよりも与えてるものの方がこう多い人間であれば、こうチームでやった時にそのもらったものと与えてるもののこのちょっとの差がこうそれの積み重ねが多分いい店を生むんだなっていうのは僕はなんかずっとこう昔から思ってることで、なんかそれをこう自分ももちろんこうやってあげたいし、それをみんなが思い合えることができるんだったらなんかすごい素晴らしいなって思ってて、今はやっぱりこうその新しく入った3人とかもなんかそれがやっぱり伝わって、なんか自分がこう例えば何か何だろうな、こう何かをやってあげたりとか、その与えてもらったものに対してそれ以上で応えたいっていう思いっていうのがしっかりみんなで共有認識として固まってる気がするんで、それをこう人数が増えたとしてもしっかり全員がそう思えるようなチームにしたいなみたいなのは思ってる感じ。まあ迷ってるんだったらやった方がいいよっていう感じかなって俺は思うんですけど、まあ将来独立を考えている人に対して、まあ、何か言えることといえばもう貯金しましょうっていうことのみです。間違いない貯金しましょう本当に間違いない貯金しましょう。お金を貯めること と、人に対して誠実に向き合うことをしていれば自分が何かをするときに絶対うまくいくんじゃないかなっていうのは思いますね。あとはなんかね、デザイン力とか技術力とか、まあ言ったら集客力とか、もちろんそういうのは大前提大事だけど、それがなかったら多分出そうともならないと思うけど、まあ、それがある大前提でちょっと迷ってるんだったら多分その貯金することと人として誠実になることとっていうのがなんか僕の中ではテーマかなっていうのは思いますね。確かに間違いなさすぎて、いや、まあ、そうだよね前そこなんですよ本当に。そうですね、そもそもないとちょっとあれですけど、そうだからでも人に嘘をつかないとか言ったことを体現してるって、もうまさに人がついてくる絶対条件だなとは思いますね、やっぱり。